あー、ここでかかったか。うわー、切れた。切れたということはいるということですね。たまらっすね。たまらですね。おー、やっぱり一緒のとこやな。おーし、おたまらや。たまらっすね。おめでとう。でかい。あー、たまらってみたい。これはわからん。ちょっと叩いてる感じの引きですね。通り出たー、よっしゃ、やったー、突然でしょ。釣り名人には秘密があります。それを解き明かすのがこの番組。おはようございます。おはようございます。今日は日本海、舞鶴に来ております。本日のアングラーはこの方です。おはようございます。アクアウェーブフィールドテスターの石井雅也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日は舞鶴で何を狙いに、はい、今日は基本的にサワラメインで狙っていって、まあ、他の魚も釣れたらいいかなっていうところで狙っていきたいと思います。何から？朝はまだ日が昇ってないんで、今はアピール力の強いオレンジ系の色を使っていこうと思います。こちらがメタルマジックスローエディションになります。うん、ブレード系なんでアピール力も強くて、ブレードがついてることによってマイクロベイトにも対応するルアーになってますんで、サワラ以外もいろいろと狙っていこうと思います。わかりました。これちなみにどういう感じで使っていくんですか？そうですね、基本的に最初にボトムを取ってもらって、まあ、ジギングって言ったりするものであれば、あの竿を振ったりするイメージがあると思うんですけど、もうこのルアーは落として巻くだけっていう、うん、いろんな方に使いやすいような、感覚的には平場とかそういった風なルアーになってますんで。なるほど。投げるんじゃなくて真下に落とすんですね。そうですね、落としてもらって投げても全然釣れます。うん、今はなんでこう投げるんじゃなくて下に落としたの？そうですね、まあ1投目で潮の動きも分かってない状況なので、今は、まあ、下に落として、あとは船がもうドテラ流しっていうことを聞いてるんで、潮に乗って斜めに押していってくれることが大体なので、それで狙っていきたいと思って。まあ、今水深 56m、はい、はい、大体もうその本当にそこら辺を狙っていく。そうですね、ボトムの 55m あたりから、船長さんがもう 45m あたりまでは反応があるっていうことなので、巻いて落として巻いて落としての繰り返しになります。うん、だいぶ出てってます。そうですね、潮が飛んでますね。重さ変えますね。もう飛びまくりですね、潮が。何グラムから何グラムに変えます？そうですね、今潮が飛んでるんで80グラムから100グラムに変更しました。それで狙っていきたいと思います。よいしょ。これ石井さんから見て潮も向こう側に流れてってる感じなんですか？そうですね、奥の方に向かって船も風で押されつつ潮も飛んでるかなっていうところなんで、潮と船の流れてる方向、逆方向に向かって。そうですね、逆ですね。潮は奥の山の方に向かって。そうですね、やっぱ流れすぎは良くない。そうですね、やはりボトムが取れないとっていうところは絶対的にあるんで、しっかりボトムが取れるグラム数使っていって釣っていくのがセオリーになっていくと思います。
来ました？これは来てますね。来てますけど、これ河原ではないと思います。根魚かなんかですかね。ですかね。今ポール中に落ちきらんかったんでなんだろう、上がってくるまで全然わからないのが面白いところですよねやばい、これは。お、根魚ですね。お、お、うっかりカサゴじゃないか、これは。抜きましょうか。うっかりカサゴですね。ありがとうございます。これも大きい。大きいですね。大きいですね。いいサイズで。よいしょ。巻き始めからもう重たくはなってたんですけど、さこの波なんでなんとも言えたかもしれないでしょでもまあじゃあ着底してすぐに結構来てきた感じなんですね。そうですね、もう着底してすぐにあの重くなったんで、うーん、幸先よく1匹目。そうですね、1匹目まあこういうのも釣れるのもこのブレードジグのいいところですね。そうですね、ブレードジグのいいところはやっぱり青物に限らず、いろんな魚、魚種が釣れるのがいいところですね。うん、スピニングタックルの方が よりこう糸が出やすい。そうですね、糸の放出がベイトに比べると放出力が強くなるんで、ボトムは取りやすくなります。ただやっぱりデメリットとしては、ボトムからの立ち上げベルを戻す一手間が増えるんで、ちょっとそこがデメリットになりますけど、こういう潮が早い時とかはスピニングの方が有利やったりします。お、いや来たコーンって来た気がしたんですけど、ちゃうかな、聞いてないな、これは。当たったな。何かしら当たりましたね。ね、何かわからん。全然わからん、ね。今のは全然こう、あの、かかった感じじゃなかった。かかった感じっていうより当たりに来た感じですね。うーん、お、食ってる。おー、やっぱり一緒のとこやな。おーし、お、サワラや。サワラっすね。サワラや、おめでとう。 おー、でかい。かっこいいな。やりましたね。やりました。どうやってやってきたんですか？結構ボトムで 10回ぐらい巻いたところでゆっくり巻いてたらボン、へえ、ドカンとこのいいサイズが、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっとカラーローテーションで、ただこれは根魚じゃないかな。もうだいぶそこの方ですか？そこですね、ボトムから10巻きぐらいかな。これもこれはちゃんと魚です。しっかり効いてます。しっかり効いてますね。ただちょっとこれも青物かなっていう、あー、青物かな。いや、さっきあんだけ大きいの出てるから、これがもうなんか可愛く見える。はい、レンコだよ。レンコですね。
叩きよる叩きよる。魚をさばいて調理したい、そんな方におすすめの一冊。魚のさばき方から盛り付けのコツまで全147レシピを可愛らしいイラストで分かりやすく紹介しています。料理が得意な方もそうでない方もぜひ魚料理にチャレンジしてみてください。ちょっとナチュラル系に変えていきます。これは分からんもうなんでこんなんこれは分かんないですね。だいぶ早巻きしとったんで、うん、今は分かんないですね、これは。ちょっと重そうか。うん、叩きよる叩きよるそんな首かしげないといや、これは分かんないです、まだ、うん、まだ分かんないですよ。ちょっと先より叩いてます。もういいかなもういいかな4、3種目目あ、すいませんありがとうございますこれなんなんやろななかなかいいですね。まあ、いろんな魚が釣れるっていうのがいいですね。そうですね、はい、誰に釣るんですか。キロツネさん。キロツネさんって、あー、サワラですね。A サイズ、うん、TG、 うん、おめでとうございます。うん、来たいなぁ。ねえ、僕のサワラ置いといてもらうと。やっぱりボトムみたいですね。そこですか、やっぱりそこですよね。もう根魚かな。ちょっと叩いてる感じの引きです。レンコちゃんが、レンコが、お、これも根魚かな。一緒ですね。レンコ台、レンコ台ですね。これ何匹釣ったらあれですかね。そろそろマダイになりました、ね、いやー、なかなか本命までが遠い、本命が遠いですね。まだ今日ドラグが出てないですね。
あここでかかったか。うわあ切れた。今食いましたわ。めちゃくちゃ上です。めちゃくちゃ上や。切れたということはいるということですね。サワラっすね。サワラですね。確実に。あパツオン行きましたね。どっからでも訳分からんのかなと思うな。いやーいやーきついめちゃくちゃ上っすね。上本当に表層に近かったです今のは。時間的にもこれがラスト人なんで。そうですよね。それぐらいですね。そうですよね。よいしょ。なんとか。リーダーが残って。セブラグロ。サワラの気配が。そうですね、来ましたね。今あたりがあったみたいなんでゼブラグロに変更します。行かないです。そんな悲しそうな顔で行かないです。行かないです。結構重い。重いのは重いですけど何か全く分かんないです。これ赤旗ですか。浮いてきましたね。浮いてます。浮いてますね。なんやあ、まだうっかりカサゴじゃないこれ。うっかりカサゴ。うっかりカサゴですね。いいよ。あ、すいません。お疲れ様でした。お疲れ様でした。僕はサワラ釣れなかったんですけど、他の魚がいろいろと釣れるっていうことで、まあ、すごく楽しめた釣りになりました。すごかったですね。飛行機のバスで嬉しかった。でもあれもうあの釣るちょっと手前で一回石井さんに当たりがダンってあって。そうですね、当たりがあった後にもうすぐ佐藤さんの方にかかったので、うん、魚を取られた気分になりました。そうですよね、はい、あれはちょっと取られたって感じですかね。そうですね。でもああいう風に大きい90センチオーバーのサワラも釣れるし、はい、まああの根魚、石井さんが釣られてる根魚も釣れるしで、はい、結構ただ巻きでもいろんな魚が狙えて楽しいジグですよね。そうですね、もうただ落として巻くだけ、落として巻くだけの繰り返しでいろんな魚が釣れるので、今日も船内で五目釣れたんで。そうですよね、はい、だからまあ本当に落として巻くだけで、ね、あれだけの魚が釣れるのは楽しいですよね。そうですね、もう当たりも多くて楽しかったです。うん、サワラ楽しんでもらえるといいですね。そうですね、まあ、釣れない時こそいろんなことを試してみてもらって、もう釣れたら大成功ということで、それが一番の釣りの楽しみかなと僕は思うんで、はい、ぜひとも、はい、試してみてください。今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。
旅行は漁師さんの仕事場、迷惑行為はやめよう。マナーも腕の内。